ウェイケイトはソフトウェアテストに関するテーマを扱うワークショップ及びコミュニティである。ウェイケイトは若手テストエンジニアが主体となって運用されるソフトウェアテストに関わる若手エンジニアのためのワークショップである。2007年より年2回の間隔で開催されている。主にテストの技術習得やテストエンジニア間の交流、情報共有の場を 若手エンジニアに提供することを目的としている。基本的に、非営利の活動であり、有志のエンジニアによるボランティア活動によって運営が支えられている。ワークショップでは、ソフトウェアテストやメトリックス、品質保障、障害管理といったソフトウェアのテストや品質に関するテーマを中心に扱っている。年2回開催のうち、 夏の開催では一つのワークショップセッションを二日かけて実施し、冬の開催では二日の中で様々な細かいワークショップ、講義を行うスタイルをとる。なおワークショップでは参加者や実行委員、ゲストの間の交流や議論が重視されており、グループワークや議論を中心としたセッション等の機会が設けられる。ウェイケイトでは年2回のワークショップのほか以下の活動を行っている。 また蒸気ワークショップや SNS などの場でコミュニティが形成されており、有志の勉強会や復習会などが定期的に開催されている。池田明、立ち上げメンバーの一人、2007から2010夏の実行委員長を務める。ありがとうございます。